うわ、いった、葉っぱが落ちてきた。もやがやばい。そう、今から最後ですね、今日これが日に出ちゃうんで。今ね、3箇所回ってきて4箇所目ですね。それもしかして、ここに展望台みたいのがある。違うか、これ東屋。やいや、それっぽいな。え、もう何にも見えないから分かんないな、これ。これじゃない、なんか展望台って出るという噂の。これっぽい。これだ。写真撮りますね、ちょっと。ちょっと写真撮っていい？雰囲気やばいな、これ。誰もいないよね。大丈夫？電波大丈夫？電波あります？うわ、風強いかも。うわ、怖い。え、もうなんもこれだけしかない。何も展望できないんだけど。何も展望できない、ほら。まあでもね、星は見えるんですよ。だから空は多分、こうなんか雲みたいな霧みたいのがなければ。すごい、だって俺のライトからこれほら。すごい明かりが。だからライトセーバーみたいになってる。ライトセーバーみたい。すごいライトセーバー。やばいな、これ。そういうの言ってる場合じゃないっすね。テンション上がっちゃった、なんか。あ、でもやっぱ信濃川、山がいっぱい書いてあるから、そうですね、昼間来たら山が見えるんでしょうね。弥彦山とか。何も見えないけど。むしろこれ何、これ、これ
なんだこれ、電波のアンテナかな、なんか。あ、飛来心なんだこれ。あ、飛来心なんだ。なるほどね。じゃあちょっと視界が全然ないですけど、まあ、この展望台が一応ね、いわくがあるんで、幽霊が出る可能性があると言われている場所ですね。山本山公園ですね、新潟。皆さんもご一緒にね、今からこのバケタンというアイテムを使います。これね、わからんけどあの風強いな、おもちゃですけどね、お化け探知機です。皆さんもご一緒に、うちの枠ではバケラッタと捉えてもらいます。いきます。山本山公園1回目展望台、バケラッタ。グリーンだよ。グリーンは平常ですね。バケラッタ。何もいませんでしたね。雰囲気はやばいね。これ風の音めっちゃ入ってるでしょ。木々がざわめいている。展望できるのは木々だけです。展望できるのは木々だけ。下は、下照らして人がいたらマジやばい。いや本当に視界が全然ない今。そうだね、ちょっと寒いですね。ひんやりしてます今。いや全然山が見えるとかじゃない、もうライトセーバーで遊びたくなるしか。完全ライトセーバーなんだけどこれ。シャキ。やばいね、こんなに霧で反射したの初めてかも。職場の潜在心霊配信好きなんすか、マジっすか。またいらしてください。ついちょっと前まではねニコ生ってとこでやってたんですけど、ちょっとねあのアップデートがクソだったんで、しばらく夜の配信をツイキャスでやらせてもらってるんです。新人なんでね、すいませんね。じゃあバケタンね、これ2回まで同じ新スポでやるって決めてるんで、もう1回下でやりますか。雰囲気はかなりあるけどね、この夜中に一人で展望台来るっていう。ワンフロア下がったけど何も変わんないね何も変わんない。ニコ生見てたんですか。もうね、ニコ生もね、昔よりはね、だいぶ使いやすくなったんですけど、やっぱね、夜の配信って明るさがないと、みんなにね、お届けする映像が見づらくなってしまうんで、アップデートしたらね、ちょっと暗くなっちゃったんですよ、ニコ生が。ここ以外にどっかあんのかな、あっちになんか。ちょっとあっちまで歩いてってみるか。この公園、高原が一応に新スポで展望台が一番なんだけど。とりあえずもうちょっと歩いてみますか。まだ暗いし。完全初見スポットだから、ちょっとどうなってるか全くわかんない。あ、10年前のニコ生ってもう超初期じゃないですか。俺すら見たことなかった。うわ、やば。マジでやばい。霧が。
本当にやばい、これ楽しくなってきちゃう。なんかたまにカタカタ落とすの、あのバッグの中のものがなんか揺れてるんで。あれ、なんかここにもなんかある。何これ、ロッチみたいな。なんだこれ、なんか配信の映像が神がかってない。なんかちょっと心霊配信っぽいよね。なんかこの霧に囲まれた、すごい心霊っぽいですよね。今神々しい雰囲気出てますよね。心霊お散歩なんて言った、昔ので慣れるとツイキャスもどんどん、あ、そうね、あ、電波悪いかここ、あ、確かに電波悪いね。ちょっと歩いてみるね、じゃあ。もっと確かに電波悪いな、こっち。なんかある。あそこがダメ？学校になんかある。でしょうな感じ。何これ、山あり川あり、なんだこれ、すごいよ。ら分かる、このこれやばくない？怖いか。一番クマが出やすい、マジ？クマいる？ここやばいんだけど。そこ霧が映ってるんですよ、霧が。霧ですね、これ。ほら新しい配信、粒子がだからずっとなんかこう目の前にこれが見えるんですよ、この霧みたいのが。だから視界が悪いんですよね、こうやって遠く見ちゃうと。なんかここにもあるな、北陸じゃないよここ。あ、でも新潟って北陸か一応。何これ、なんかやばそうなのがある。あ、神奈川なんですね。俺は埼玉なんですよ。中根比だって。中根比があった。ちょっと、呼ばれた感があるね、これ。写真撮っとこう。写真撮っていきます。牛みたいな鳴き声がしたら見えないよ、何も。どこにいるか。あ、さっきの展望台そこじゃん。そうで、埼玉県民なんですよ。じゃあ中根比で化けたんやろか、2回目ね。もうそろそろ日も昇ってきちゃうんで、これからあのね、どっか道の駅に、あ、使う、ご飯食いに行こうかな、サービスエリアに。明日の夜また埼玉帰る途中に死んでやるんで、また明日もし見に来れる人いたら。今日ね、これラストバケラッタですね。来ますね、皆さんもバケラッタって言ってください。山本山公園ね、中根比の目の前です。来ます、バケラッタ。熊出没マップ、
グリーンだよ。ありがとうございました。中高比もう何も見えないから戻った方がいいよね。さっきのあの休憩所ってとこもう一回行ってみていい？こ前が見えない、本当にやばい。さっきの休憩所どこにあったっけ。あ、電波悪くなっちゃうんですけど、ちょっとあれ何があるのか写真撮ってきたいんで、もう一回ちょっと戻らして、そこだけ安心安全の緑。グリーンだよ。あれどこ見えない。そこにあるんだけど、こっから行ける？あ、行けそう。行ける行ける。雲の巣があるな。ちょっと待って。ちょっと電波悪くなっちゃうらしいんで、ここ。すいませんね。ちょっと。山頂休憩所って書いてあるんだよね。営業してんの今でも。普通の時。ベンチで爪打つと霧中。あれ休憩所もうあれやっちゃったんだよね。化けた今2回。そう、一つの新スポでね2回までって決めちゃってるから。何これ、廃墟？昼間やってんのこれ。え、何ここ、中見える？俺には見えないんだけど。なんだかわかんない、これ入れない。さっき言えばよかったね、確かに。でも電波悪かったんでしょ、ね、電波悪いとあれだもんね、言えないよね。あ、網戸で見えない。怖いなこの階段、なんかシースルーなんだよね。何の場所なのマジで。これ廃墟っぽくない？でもこんな草ぼうぼうだし。なんか廃墟感がある、思ったより。裏は シースル怖くないですか。よくあるじゃん、なんかさ東京タワーとか、あれなんかさ観光地のあの下が透けて見えるみたいなやつ、あれと一緒で怖い。これやってないんだね多分。もうそれ窓開いてね、こここれ窓開いてるよね、これ窓開いてるわ。怖っ。窓開いてるじゃん、そこ。普通に、写真撮って、写真撮ってこれ。窓開いてる。写真撮ります。中に人寝てるか分かんない。上にはこっちからはいけないコロナで換気ありえるありえそうで怖い、本当に。確かにコロナで換気してんのこれ上。
しようとしてなかった。え、もうてか人がもし来ててもこれ見えないんだけど、霧で人の足音し、人が来ててもこれ分かんないんだけど、直前まで来ないと超怖い。眩しい。いないでしょ絶対こんな中に人。これ廃屋なのかな。もうここって昔はもっと栄えた観光地で、こういうところにいっぱい人が集まって休憩してたの。まあでも山頂っていうぐらいだから、これ下から歩いてさ、ハイキングって。何の音？え？何の音？工具とかノートがあるノートがあるけど怖くてもこれ以上いっぱい入れない。そこに何そのノート。異常なしって書いてある。異常なしって書いてあったなんかの点検日記。やべえ、ここも開けっぱなしちゃうとなんか怖いよね。開けっぱなしにしていて。ホームレスが生活した跡はない。これちゃんと売ってんのかね、今でも。あ、でもイロハスは売り切れてるね。みんな喉乾くんだね、やっぱ。やっぱ山登りしてくるんじゃない、ここ。やっぱイロハスだけ売り切れてるもん。あ、ほら、アクエリも売り切れてる。やっぱ、アクエリとイロハスが売り切れてるもん。お茶とかコーヒーはあるから。明らかに、水が必要ってことでしょ、ここ。ここに来た人は水が必要。高いんだ。値段わかんねえの、俺。ペットボトルの今の値段。観光地価格、これ。観光地価格？あ、でも、ちゃんと、入ってるな、飲み物の。戻るか。あ、このアングルで写真撮ったっけ俺。撮ってないよね。ね、昼間来てんのかな、そこそこ。車入ってきた。
じゃあちょっと準備します。